はい、おはようございます。えー、まさとです。えー、こんばんは。えー、ノカとの編集でお送りしてます。えー、1分間言うたく、今日もこの情熱草チャンネルのニースのトラ顔から、えー、ロシアですね。え、ロシアの経済についての、この、おロシア経済、えー、ガチカウントダウン、日本、うん、平均、えー、絶好調、お、 この絶好調の日本。一方、ルーブはすでに無価値。一直線、首都インフラ破壊で分かった。ロシアの経済、 公調、デマのからくりいうことで、まあ日本経済は、このヤ園の3万5千円を上げましたですね。それに比べて、えー、このロシア、ルーブル、本当に、このウクライナ戦争への前回、全振りをしていますけど、本当に、これ、数値も当てられないですね。そういうことで、えー、この、ロシアの数値が当てられないということで、ルーブルも昔、ことで、ほとんどルーブルは本当に、え、ー この統制してますね。えー、ルーブの価格を見せかけしてますけど、この、まあ首都、人でいろいろと何万人の方が、この、全部、全開に、軍事にシフトしてますので、この、壊れた、このボ、ボイラーの施設とか、ラジエーターとか、そういうのに、フグ屋が掃除してますね。多くの、この、ロマ、ロシアの市民が困っている様子が、こ情報が上がってきますけど、えー こういうことを改めて確認されましたロシア経済カウントダウン日本兵器は絶好調の日本一方ルーブルはすでに昔へ一直線首都インフラ崩壊で分かったロシアの経済好調ダマのからくうことでいろいろこの数値も権威国家特にロシア北朝鮮この中国持ってきますので ある程度、本当に中身を精査しないと、この、この、信用できないですね。こういうことで引き続き、ロシアの経済をウォッチングしていきたいと思います。ジョネツカサのチャンネルのウォッチングを続けています。このマサトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。また聖書に興味があり、聖書を学びたいという方、募集しています。えー、マサトのこの、次回の1分間、y o u t でお会いいたしましょう。マサトでした終ッツパシャンプロジュー、シャロム、シャロム、シャロム。